とにかくもう映画さえ撮れば何の仕事やってでもいいから、映画撮るためにもう何だってやるみたいな。はい、皆さんこんにちは。第19回札幌国際短編映画祭フェスティバルディレクターの島田英二です。この時間はジャパンプレミアプログラムということで、見事ノミネートいたしました父ちゃん、監督の西安武さんをお招きしております。ぜひいろいろな話を聞かせていただきたいと思います。西安監督、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、今日はお忙しい中ありがとうございます。監督、今どちらにいらっしゃるんですか？いや、今自宅ですね。ここでずっと編集したんで。ああ、そうなんですね。編集してました。で、今そのまあ、はい、その PC の前に、はい、います。ありがとうございました。今東京と札幌でつないでいるというような形になります。はい、そうですね。今回はまずノミネートおめでとうございます。ありがとうございます。本当嬉しいです。まあ、初上映でしたので、札幌と札幌国際短編映画祭っていう場所で上映できて本当に嬉しいです。はい、ありがとうございます。西安監督は過去に第9回2014年に、ブリーの大晦日という作品でも札幌国際短編映画祭に、参加していただきました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。そうですね、結構10年経つんですね。はい、そうですね、はい、早いな。早いものですね。はい、ありがとうございます。早速ですけれども、今回の父ちゃんという作品、非常に感動をいたしました。この作品を作られるきっかけになったことがもしありましたら教えていただけますか？そうですね、きっかけは、まあちょっと いろいろあるんですけれども、まずまあ昔、友達がですね、友人が久しぶり、何十年ぶりにちょっと連絡取ったら、まあ、なんか結婚してるってことを聞いて、で、まあ、その友人が、まあ、そのシングルマザーの女性と結婚したっていうのを、まあ、聞いたっていう、それだけなんですけど、そういう話もありつつ、まあ、聞いたってことと、あと、まあ、本当に本屋さん、まあ、この映画でも書店が出てくるんですけれども、書店の前でよくセール品のおもちゃとか売ってると思うんですけど、そこで僕がこう何気なしにおもちゃを見てた時に、ちょうど本当風が吹いてきたんですね。で、こう本当頬を撫でるような風がファーッと吹いてきて、でおもちゃを見てて、あ、もしかしたら僕が今からこうおもちゃを買って、誰か、例えばこう今僕が誰かの元に家に向かってるっていうこともありえるんだろうな。例えば、まあ、その誰かが待ってる、まあ、そのまあこの映画の中では陽子っていう母親と大輔っていう息子なんですけれども、例えば自分のこう来るのを待ってるっていうような、なんかこうふっとこうなんかそういう物語が浮かんできたんですよね、そのおもちゃを見てた時に。で風っていうのは僕結構こういい方に捉えてて、こう強い風だとしても、なんかこう何かこう今から変わり目というか、人生のそのなんかそういう時にこう風が吹いたりとかするっていうことが何回か僕にあったと思うんで、その前を押してくれるっていう、背中を押してくれるような、そういうのがこう混ざってですね、でちょっとずっと短編を撮りたいと思ったんで、じゃあこれで映画がちょっと撮れそうだなと思ってパーッと書いて、で父ちゃんっていうこの映画の脚本を書き上げて、よし作ろうと思って作りました。はい、わあ、すごい興味深いお話ですね。まあ、きっかけとなるご結婚、友人のご結婚というのがあったとともに、なんか肩を押されたっていうのは非常にユニークだなと思いました。はい、監督、そういったきっかけがあって脚本の執筆というか、すぐに物語を書き上げられたんですか？そうですね、この、まあ、僕は結構短編だとアイデアが浮かんだらもうガーってすぐ書けるんですけど、まあこれはまあ3日ぐらいで書いてて、本当はちょっと違う設定だったんですけれども、まあこれあんま言うと物語が見る方が変わってしまうと思うんで言わないんですけど、違う設定で書いてたんですけど、まあ3日ぐらいで書いたやつがあって、それをブラッシュアップして、まあ人に見せたり、
いろいろ知って読んでもらったりとかして、まあね、結局3ヶ月ぐらいで、まあ、書き直したりなんだりして書き上げました、はい、なるほど、はい、そしてこの物語を、演じてくださる役者の皆さんがとても素晴らしい方が集まってくださっていますが、そうなんです、はい、キャスティングっていうのはどういった形で進められていったんですか？そうですね、本当、本当そうですね、まず陽子っていう母親役の女性のを、まあ、ちょっと探し始めて、た時に、ちょうどそうですね、ディケードさんのバードレーベルっていう役者さんの事務所があるんですけれども、そこのホームページを見てた時に渋谷あさみさんっていう方の紹介のページがありまして、そこを見た で渋谷あさみさんの、もう写真を見た時に、あ、これはもう母親役の陽子っていう方にぴったりだって思って、で連絡を、まあ、脚本を送って、で、まあ、過去の作品の、まあ、リンクですね、視聴できるリンクを送って見ていただいたら、あ、じゃあやってくれるっていう回答が来たんで、あ、すごい嬉しくて、でそっから、そうですね、でまあそれでもう渋谷さんにお会いしまして、でもう、あ、もう渋谷さんで、まあ、前のですね、今までの映画とかも私が見て、ですごい、わ、やっぱうまい方だなと思って、でもう渋谷さんに決めた、出ていただくことになったんですけど、あとそっからのつながりで、松林慎二さんっていうその、まあ、男性主演の、まあ、ゆうたっていう男性ですね、まあ、そのシングルマザーとの家に向かう、で彼、松林さんにその紹介していただいて、ちょっと会って会ったんですけれども、で、まあ、ファミレスで初めて会いまして、で、まあ、もちろん映画とかも、以前やった映画とかも見させていただいて、まあ、すごい上手いんですよね。なのですごいいい役者さんなんで、で会って話して、もうそこでもうじゃあ出てくださいっていう、出てくださいっていうことに、で松林さんもやってくれるっていうんで脚本を読んで、でそれでもう決まりました。で大輔っていう息子役は、まあ、何十人かちょっとオーディションさせていただいて、でその中のそこでもうすごい自然な演技、脚本読んでしてくれて、でしていただいて、それですごい、あ、こう、でも大輔はもうひろみさんっていう、そのひろみさんにも決めようと思って決めましたね、はい、というその3人で、あとはまあ横断歩道で出会う家族とか、あと書店の店員さんの役 の, 役者さんたちも、まあ、演企画っていう演劇集団の方々なんですけども、まあ、ブリの大晦日の時からちょっと役者さんに出てもらってたりしたんで、そこでお願いして会ってみて、やっぱりうまい方たちなんで、もうそれでもう出てもらういただくことにしたんですけど、はい、まあそういう形です。なるほど。なんか渋谷さんなんかは非常に著名な方なので、はい、ですね、非常に嬉しかったです。あ、もう本当、はい、そうですね、いい、嬉しいです。僕もやっぱり本当役者さんたちにすごい、まあもちろん参加していただいたクルーの方たちもそうなんですけど、役者の本当演技にすごい助けられて、やっぱりそれがリアル、結構こうディゾルブもなくて、まあ、フェードはあるんですけども、カットつなぎで、ちょっともう本当飾りというか、そういう木を照らった演出はしてないので、そこでやっぱり 演技っていうものがすごく際立ってくると思うんで、そのやっぱり上手い役者さん、役者の方々に出ていただいたおかげで、すごい助けられました、はい、リアルに表現できていると思います、はい、
ありがとうございます。あの西安監督の、まあ、前作もそうなんですけど、非常にこう等身大といいますか、私たちが共感しやすい、人物が登場するかなと感じているんですが、あの今回演出で、まあ、家族像っていろいろな形があると思うんですけども、あのキャスティングが決まって、家族をこう監督が演出されていくときに、あのどういった形でアプローチされていったんですか？そうですね、まあ家族、そうですね。まあ、結局はもう自分のことしか語れないと僕は思ってるんですね。なので、まあ自分が今まで育った、まあ、自分が子供だった頃とか、僕結構大人の、大人たちを見るのが好きだったんで、子供、まあ、人を見てるのが結構好きだったので、そういうのを覚えてるとこから、まあ、っていうのが根底にあるんですけど、まあ、リハーサル、すごい家族、やっぱりリアル、まあ、お客さんたちが見て、やっぱりこう、感情移入できなきゃいけないんで、わざとらしくなってしまったらダメなので、まあ、ちょっとリハーサルは結構入念に、まあ、これ多いか少ないか分かんないんですけど、僕はまあ、3日間ぐらい、まあ、3回、3度ちょっと、集まっていただいて、そこでリハーサルを通しで、脚本の最初から最後までやったんですね。で、撮影の1日前も同じそのアパートのそのロケーションで、1回通しで、まあ軽くですけど、前の日に1回通しで、演技してもらっていただいて、で、まあ、なるべく自然に見えるように、とにかく自然に見えるように、演技が、わざとらしくないようにっていうのを心がけて、演出させていただきました。はい。今回、オーディションを、したという、子役のひろみさん、子供の演出っていうのも、割と今回はスムーズに、やられた形ですか？そうですね、スムーズに、そうですね、スムーズ、本当あんまり、演技をしすぎないっていうことようにちょっとそうですね確かリハーサルの時もひろみさんにまああんまりこう演技しなくて無理に演技しなくていいよっていうようなアドバイスまあことは話したと思うんですけどそうですねあとはまあ登場人物のひろみまあ全員になんですけどその生まれてからその今までのことを、まあ、背景ですよね。だから名前が何々で今何歳でどこどこで生まれてどういう育ち方をしてどういうことを覚えてるかとか母親お母さんがなんか、まあ、お母さんとの関係とかも、まあ、全部人物設定っていうのを書いてお渡しして。で確かひろみさんの場合はお母さんが確か読んでくれたのかな本人が読んでまあ本人に読んでいただいてもらってですごい背景をちゃんと伝えてたのでまあそれを理解してちゃんと現場で自然な演技をしてくれたと思ってますはいそうなんですねいやーなんか本当に自然でとてもなんか細やかな小さいところがすごく心に残る作品が私も大好きなんですけれども監督が今回こだわられたところとかここがちょっと難しくて何回もやりましたとかそういった部分っていうのはありますか？そうですねこだわったのは、そうですね過度な演出をしないというかまあなんていうんですかね、なんかこう、本当素朴な日常を描きたかったっていうのがあって、本当、まあ、で、あとですね、レンズ、まあ、50ミリっていうレンズを主に使ってるんですね。なので、家族と一緒に、まあ、標準レンズなんですけど、それで家族を、観客の方々も家族と一緒にこうその場にいるっていう感じにのを心がけてたので最初から最後までなので
結構見ていただくと分かると思うんですけど、結構寄りが多いんですよね。多分そばでこう見てるような形のカットが多いと思うんで、だからそういうのをまず結構大事にしましたね。なので本当素朴な日どこにでもいるっていうわけじゃないと思うんですけど、こう自分がもしかしたらすれ違ってるかもしれない人たちっていうのの特別な一日、まあちょっとした特別な一日っていうのを自分も一緒にそばで見ているっていうふうにしたかったので、そういう演出を大事にしました。で、あと何回も撮った、そうですね、難しかったとこっていうのは、そうですね、意外とまあそうですね、さやっぱりラストシーンがすごい結構難しかったですね。なかなかこうそうですね、夜の、まあ、夜中の設定なんですけれども、そこでのやっぱり演技っていうのがすごい、演技というか、まあ、そこはちょっと難しかったですね。ただまあ何回もそこはテイクできなかったので、こだわることはできなかったんですけど、まあ、何回もテイクしたっていうと、アパートに入って雄太が、松林演じる雄太が家の中入ってきて、陽子と大輔とやり取りする、会話のやり取りするってとこが結構何度もテイク取ってるので、すごいこだわってるっちゃあそこはこだわってますね。自然なんかこう見ててこう飽きないように撮ろうとしたので、あそこはいろんな何て言うのね、角度から位置からカメラ位置から撮ってるので、あそこはこだわってるし、テイクも 何度か撮りました。はい、なるほど。いや、やっぱりその夜の、まあ、花火のところだったりとか、すごくなんか どこか知ってるような風景というか、それを見ているような感じで、すごくこう寄り添ってくる感じではあったんですけど、そういうレンズだったりとかあったんですね。そうですね、はい、花火も一緒に花火をしてるように、視聴者、まあ、見てる方、環境の方々が本当花火一緒にしてるような感じで撮りたかったので、はい、そういう風になってると思います。はい、まさにそんな風に感じて、はい、なんかすごくなんか共感をしました。素晴らしいですね、ありがとうございます。もう一つお聞きしたいのが、最後のシーン、ちょっとまあネタバレにならない程度にいかなければいけないんですけども、最後の終わり方っていうのは結構悩まれたんですか、それとももうこういうふうにいこうっていうふうな、まあ、物語の最初は、言うたお父さんの目線から始まっていくっていうふうな感じだと思うんですけども、終わり方っていうのは何か考えがありましたか。そうですね、ありました。そうですね、まあ結構終わり方っていう、まあ脚本と全く一緒なんですけども、終わり方で、まあ最初から脚本書いてる時から音楽はまあないという、まあ、音楽は考えてなくて、本当日常の、まあ、効果音っていうか、普通の聞こえる、生活する時の聞こえる音で組み立てようとは思ってたんですが、最後はそうですね、まあそうですね、ラストカットはちょっと悩んだというか、ちょっとそうですね、悩んでないですね悩んでないです。やりたかったことが、やっぱり誰かが、大人が寝てる時に、子供が寝てる時って大人が見てそこで生活してるんですけど、まあで最後子供、まあだから子供が寝てる時、今度大人が寝てる時に今度は子供は大人を見てるんですよね。だからそこ視点が、まあ、変わる、まあちょっとあんまり言うとあれなんですけど、視点をすごい考えてますね。だから今島田さんがおっしゃったように、最初始まるんですよね、その雄太っていう主人、雄太っていう男性の目線でずっと始まってるんですけど、視点がどんどん移り、まあ最後になるとちょっと視点が移っていくっていうのは、
脚本の時から考えてて、まあそれが成功してるかどうかちょっと映画を見ていただいた方々にちょっと考えていただきたいです、はい、いやー素晴らしい、すごく何か 残ったんですよね、なんか どんな表情なんだろうとか、あー、そう、うまいなって言ったらあれなんですけど、すごく終わった後もなんか続いていくような考えさせられるエンディングです。素敵だなと思いました。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。監督はちなみに どういったきっかけで監督になろう、監督を志そうっていう風な何かきっかけとかありましたか？そうですね、まあ監督心そうなんです、まあずっと映画が本当すごい好きで、もうずっと本当もう映画少年でもずっと映画館行ったり、もう VHS、まあ当時 VHS、まあ映画レンタルして見てて、もう本当何度も同じシーンを再生して、巻き戻して再生して、巻き戻して再生してって見るような10代だったんですけど、まあ今でもそう同じことやってるんですけど、そうですね、映画を、まあ、アメリカの方に二十歳の時に留学、まあ、アメリカン映画勉強しようと思って行って、その時はまだ、まあ、映画を勉強しようかつ半分ちょっと英語を勉強できたらいいなっていう半々で考えてたんですけど、行ってみてその授業で映画8ミリで撮ってみたら、すごい面白くて、でやっぱりあで、でまたこれが先生に褒められたんですよね。そのってで結構みんなの学生のうちの前で見せられたり、こう、まあ、見せてくれたりとかして自分の映画で結構自信がもうついちゃって、その時にであじゃあ自分はやっぱ映画作りたいなと思って、でそこでまあ学校で映画撮って卒業して、で、まあ、ずっとそれでまあ監督をやりたいっていうのはあったんですけど、で普通に就職、まあ、ロサンゼルスですね、そこで制作会社に就職して、まあ、日本の撮影、日本の CM とかをアメリカで撮影するっていう制作会社だったんですけど、そこで就職して、まあ、最初は編集をやったりでやって、であとは現場でコーディネーター、あ、まあ、プロダクションアシスタントですね、そういうことをやってたりして、で映画を、まあ、空いた時間で撮ったりしてたんですけど、まあ、なかなかそれで芽が出なくて、芽がなんかこう学校ではすごい褒められてたんですけど、あ、褒められたっていうか学校で選ばれたりとかして、学生の学校の中だけど、社会学校出てみると結構もう本当なかなか厳しくて、撮ってもなかなか映画祭とか出したりアメリカでしたんですけど、やっぱり全然選ばれなくて、あでもやっぱりなんかこうずっと監督やりたいっていうのがあって、ずっともうで機会があったら撮ったりしてたんですね。でやっぱりもうやってるうちにもうやっぱりもう監督やっぱりなんかこう自分で書いて撮るっていうことがやっぱり自分が一番やりたいことだなっていうのが、ずっとやってるとやっぱりもう板についてくるとか、もうそれしかないなって思ってるんですね。思ってるのが徐々に本当ずっとどんどん硬くなってきて、今ものすごい、今だからそれでまあブリの味噌か撮ったりして、まあなんかこう、とにかくもう映画さえ撮れば何の仕事やってでもいいから、別に映像の仕事をやらなくても何の仕事やったっても映画撮ってればそれでもう映画、なんていうんですかね、そのなんていうんですかね、こうディレクターとして呼ばれる、ディレクターとして食べていけるとかっていうのが一番まあいいと思うんですけど、そのとにかく映画撮れるんだったら何のことやったってとりあえずもう映画撮るためにもう何だってやるみたいなことにだんだんなってきて、もう映画さえ撮れるなら何の仕事してもいいから、とにかく映画撮るっていうのをこうやってきて、やっとこうでそれで父ちゃんって、まあブリの、まあ風船の行方っていうのでブリの店と父ちゃんっていうのを撮って、今それでやっと
そうですね、一番規模が大きいんで僕の中で、で父ちゃんっていうのを取れて、やっと今その札幌映画祭、国際短編映画祭でもうプレミア上映していたっていう今地点にいますね。でまだこれからちょっと長編も撮りたいですし、短編 も撮りたいですし、もう撮っていきたいんですけど、やっぱり映画作映像やっぱり書いて撮るっていうことをやりたいですね。はい、で、はい、すいませんちょっと長かった。いやいや、あの今回あの審査員をやってくださったあのリム・カーワイさんがあのセミナーでもおっしゃってたんですけど、まあ、インディペンデント映画について語ってくださったんだけど、インディペンデント映画って、まあ、作り方もインディペンデントっていうのはあるんだけども、あのインディペンデントな精神を一番大事にしてほしい、まあ、そこが作りたい作品があって、そのために、まあ、何年かかっても準備してあの実際に実現するっていう、そこが本当に素晴らしいんだっていう話をされていたんですけど、ちょっと思い出して西安監督、まさにあの精神を、インディペンデントの精神をお持ちだなというふうに感じました。あ、そうですか、ありがとうございます。いや本当にあの素晴らしいあの活動をずっと続けられて、あのこれからも応援していきたいなと思っております。はい、今回あのジャパンプレミア日本初公開ということになりましたが、なりますが、あのこれから作品をご覧になる方もいらっしゃると思いますので、ぜひあの観客に向けて何か一言いただけますか。そうですね、まあもう本当見ていただければ、あのとにかくもう何も先入観なしにあの見ていただいて、あのいただければと思います。あのすごいいい役者さん、あのもう本当映像も音もこだわってますので、あのとにかくもう見ていただいて、あの好きになってくれたら嬉しいです。はい、ありがとうございました。今日はあのジャパンプレミアプログラム、父ちゃん監督の西安武さんにお越しいただきました。西安監督ありがとうございました。ありがとうございます。